さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊り。チピチピダマダマドゥビドゥビダマダマ巻き込みリプドゥビドゥン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 。今巻き込みリプって言った？それあれだろ、最近流行ってる猫ミームってやつだろ。まったくそういうのすぐ覚えるんだから。なんかね、猫さんが踊ったりしてすごく楽しそうだったよ。仕事辞めたいって言ってた。あれ楽しそうに見えるけど言ってる内容結構闇深いからな。ほら二人とも、パパは今からお仕事行くのよ。たっちゃん今日も頑張ってね、行ってらっしゃい。おう、今日も家族のためにしっかり働いてくるぞ。パパ行ってらっしゃい。ママがパパが行った後ハッピーハッピーハッピーって言ってたよ。イクミ、それどういう意味だ？違う、変な意味じゃないよ。まあいいや、とにかくあんまレイとメイにスマホ触らせんなよ。余計なこと覚えるからな。行ってきます。ちょっと二人とも余計なこと言っちゃダメ。なんで？だってママ楽しそうだよ。ハッピーって嬉しいってことでしょ。いつもたっちゃんがお仕事行った後に楽しみにしてるドラマを見てるからだよ。さっさと家事済ませて楽しみにしてるドラマ見ちゃおうと。やっぱりママハッピーハッピーだね。猫ちゃんより嬉しそう。うわー、なんすかこの車、初めて見た。かっこいいフォルムっすね。中どうなってるんだろう。お得意さんが海外から仕入れたものらしいけど、さらにここから輸出するらしいぞ。へえ、そうなんですね。じゃあ桜町で売るわけじゃないんだ。まあ確かにこんな高級そうな車、桜町の市民の人たちじゃとても買えないか。買えなかったとしても、そんな高級車を俺たちはいじることができるからな。立派な仕事だよ。そうですよね、俺たちがいないとお金持ちの人たちも困りますからね。どうだね、その車メンテナンスは終了したかい？ああどうも、いつもお世話になってます。はい、バッチリですよ。ふむふむ、そうかい。いやー、この車人気があるみたいで買い手が多くてね。やっと輸出先が決まったよ。でも少し残念です。この車桜町で走ってるところ見れないんだなって思うと。はっはっは、まあそういうな、日本も今は不景気だからな、海外を狙わないとやっていけん。そうだ達也くん、よければこの車君が届けてくれんか？ついでに家族で海外旅行でも行ってきなさい。大丈夫、家族の分はわしが旅費を出してやろう。え、本当ですか？でもさすがにそんなに長期で休むわけには。まあ届けるのも仕事のうちだからな、うちとしては別に構わないが。しっかり車を見てくれたおかげで高値で買い取ってくれる人が見つかったからの、そのお礼だよ。嘘、まさか仕事なのに家族で海外旅行に行けるなんて。ハッピーハッピーハッピー。あ、それ最近流行ってるやつじゃな。絶対イクミたち喜ぶだろうな。ただいま。パパおかえり。ばっちゃん今日なんかちょっと早いね。みんな心して聞け。なんと来週から仕事も兼ねて俺たち家族で海外旅行に行けることになりました。嘘、本当？最近旅行行ってなかったから嬉しい。ママ今日いっぱいハッピーだね。こうして佐藤家は急遽海外旅行に行くことになった。行き先は俺も聞いてない。母ちゃん、めちゃくちゃ暑いね。
本当だな。まさかこんな暑いところに来るなんて思ってもなかったよ。ここどこ？あちちち様の生まれたとこ。ガイドの人とここで待ち合わせなんだけど、どこだ？お待たせしました、佐藤さんですね。ガイドの鈴木本田って言います。よろしくお願いします。どうも。っていうかスーツ暑くないんですか？心配ご無用、中はびっちょびちょですよ。そうですか、じゃあ着替えたら。ねえママ、なんで女の人は何か被ってるの？暑くないの？確かにあれって見たことあるけど、何のためにつけてるんだろう？おしゃれとか？あれはヒジャブといって、こっちの国の女性がつけるものですよ。何でも親族以外の男性に見られないようにするためだとか。知らなかった。てっきり日差しとかから守るためにつけてるのかと。ですので奥さんもつけた方がいいですよ。でないと他の男性に狙われるかも。マジかよイクミ、早くつけようぜ。まあまあ、なんかおかしいね。でも意外とつけ心地いいかも。ママ、目だけなんかブカブカ。しょうがないでしょ、サイズがないんだから。それじゃあ私は車を売りに行ってくるんで、少しだけ観光しててください。すぐに戻ってきます。日本は寒いから暑いのはちょうどいいと思ったけど、やっぱり暑すぎんのもやだな。ねえたっちゃん、正直言ってここってあんまり観光するところなさそうだよね。目の前にあるお城くらいだな。確かにここのお城は立派だな。どうせだったらここに泊まらせてくれたらいいのに。つうか暑すぎて喉カラカラだよ。ちょっと中入らねえ？あっち。っていうかあのガイド何やってんだよ。もう1時間以上経ったぞ。パパ喉渇いた。そもそも今日私たちどこで泊まるの？ホテルとかあるんでしょ？そのはずだけど全部ガイド任せなんだよ。あのガイドからだ。はい、もしもし。すみません佐藤さん、商談が立て込んでおりまして、今日はどこか適当にその辺のお家で泊まっていただけないですか？明日には迎えに行きますので。はぁ、適当にその辺で泊まれって嘘だろ。たっちゃんどうするの？私たち干からびちゃうよ。とにかく水だ、水と食料を分けてもらおう。エクスキューズミー、そのウォータープリーズ。 This is water。 なるほど、その中の水を飲めってことか。でもこん中の水本当に飲めんのかよ。たっちゃん、この壺の中の水飲むの絶対危ないよ。でもここの人がこれを飲めって。わかった、俺が先に飲んで確かめてみるから、ちょっと待ってろ。うぅ、腹痛い。たっちゃん大丈夫？どうしよう。ママお城行こう。確かにお城だったら綺麗な食べ物とかお水置いてそうだもんね。うぅ、腹痛いから歩くのもやっとだぜ。なんじゃお前らは、勝手にドカドカと入ってきよって。あの王様どこですか？いや、どう見てもわしじゃろ。あの、私たち日本から来たんですけど、急遽ガイドさんが来れなくなっちゃって。それでもしよければ食料や寝るところを用意してくれると嬉しいんですけど。ほう、日本人か、面白い。用意してやらんこともないが、そなたなかなか美しいの。わしと一緒に寝るというのなら考えてやらんこともない。やだエッチ。いや、お前じゃないわい。てめえ、
俺の嫁に手出したら許さねえぞ。お主具合悪そうじゃの。仕方ないの。ではわしを楽しませてくれたら泊まらせてやろう。言っておくが、わしはそんな簡単なことで笑ったりもせんからな。たっちゃん、どうしよう。くそ、めんどくせえ王様だぜ。はい、王様、見てください。こう、なんじゃ、見せてみろ。うんしょ、うんしょ。はげー。どういうこと。こんなに笑ったのは久しぶりじゃ。こうしてレイちゃんたちは無事お城に泊まれることになりましたとさ。ママもそれ撮ってみて。ううん、ママ撮るの怖い。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるからよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。